ジャパタケです。ひかりです。はい、始めました。なんだそれ。今日はね、はい、いきますよ。もう梅雨が明けますから。うん、ね、長いですね、今年は。いや、本当長かった。ね、8月のもう頭にはもう梅雨明けるってことなので、はい、ということは星空ファンが。あ、私星空ファンですよ。あ、ファンを。はい。本当に。本当に。普段嘘ばっかついてそうだな。あの前回ご紹介させてもらったあのペンタックス K70、 もうあれがおかげさまでですね、大ヒット御礼ということで、ありがとうございます。あれまだギリギリ買えますからね、7月31日までですから。そうで、あのなんかペンタックスのですね、ユーザーさんが喜んでくれたみたいで、やっぱりどうしてもキャノン、ニコン、ソニー様がね、やっぱいらっしゃいますから、そうするとやっぱ好きな人は本当ペンタックス大好きなんですよ、うん、だけどあんまりこういうペンタックスの話にならないみたいな。あ、そっか。なので、はい、よくぞペンタックスを紹介してくれたと。確かにコメント欄でもね、結構嬉しいって言ってくれる方多かったですね。そう、店頭でもね、本当にあのありがとうとジャパタケとそう言ってもらって、で調子に乗ってね、はい、K70 を買っていただいた方も、でこれから一眼を始める方、他社のメーカーでペンタックスをちょっと気になっているという方にも今日おすすめさせてもらいたいのが、この星空撮るために作ったような、いや、そのために作ったレンズそんなのがあるんだ。そうなんですよ。へー。これがペンタックスのですね、11から18っていう、もう紙レンズなわけです。へー。どんなところが紙レンズ。まず星空の前にね、まずじゃあ超広角、11ミリですからね、前にも紹介しましたけど、広い、ワイドな、ダイナミックな写真が撮れますと、そうすると最近の超広角レンズの特徴っていうのは、デメキンタイプになっていて、水晶ついてる、ドラゴンボールがねそう、ここについ入っててこの目ん玉が出てることによって、ね、フィルターとかがつけられないわけですよ。あ、本当だ。PL フィルターっていうのは知ってるかな。知ってますよ。知ってる。知ってますけど、知らない手でいきますか。知らない手でだんだん覚えてきたんで、なんかね、知らないです、知りません。まあ、PL フィルター、ね、これは、まあ、使うことによって、ね、これ、まあ、PL フィルターがついてる状態、そうするとレンズにね、だいたい写真が上手な人ってみんな、レンズのガラスが黒いんです。 PL フィルターが黒いってこと。そう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 、ほら普通こういう状態なわけですよ、ね、これがPL をつけてあげるとこうなっちゃう。サングラスかけたってことですね。そう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 、いいこと言うね。よかった。そうなんですよ、タモさんフィルターですよ冴えてます ね、 なんかこれは、回すことによって効果を発揮すると、前面のね、この回していいんですね。これ回していいわけですよ、例えばこれがフィルター未使用、普通に綺麗にね、綺麗です。山が取れてますよね、はい、これが、これをぎゅーっと回す中で、PL がかかると、じゃーん、青、まず空の色が全然違いますね。全然違います、本当に。これから、この岩肌がくっきりはっきりしてこない。本当だ、サングラスかけたのに不思議ですね。いや、サングラスした方が紅葉とか、ね、山とか見に行ってごらん、はっきりするから。うん、確かに太陽の光が余計なのが入らないから。そうだからね、僕も自然とか行った時は、あの調子込んでサングラスしてで景色を楽しむわけですよ。だ、雲なんかでも、空ね、見た時に、サングラスしてる方が、雲がすごく立体的で、それは知らなかった。肉眼で見てた時に気がつかなかったんだけど、サングラスすると、あ、こんな迫力のある雲だったんだとか、やって気がつくんですよ。私も今度調子込んで、調子込んでサングラスこれ、結構問題なのが、撮影するときにこのレンズフードっていうのを使うと思うんですよ、でこのレンズフードってやっぱりつけとくことによって、フレアとかね、ゴーストとか、そういった余計な光の影響っていうのを防ぐ効果があると。でもこれついてると、PL って回さなきゃいけないのに、あ、本当だ、回んないわけです。あ、確かに。どうしましょう。どうしましょうなんですよ、一回か外すのも面倒くさい。面倒くさい、ペンタックスってね、もうすごい考えてくれてるメーカーで、やっぱ大好きなんですよ、このレンズフードのですね、ここに、これを回せるように、こう切り込みがあって、このカバーを外してあげると、じゃーん、こんな感じで。それは便利。いいでしょ。そしたら外さなくていいんだ。いいの、いいの。
で今 PL フィルターこれくっつかってるから、はい、で使うときはこれ取りながらこれ回せばいいの。あ、これめっちゃ便利でしょ、うんうんうん、この窓、小窓がついてるの、はい、あ、この窓ね、はい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 、ついてるのってペンタックスだけです。いや、もうこれは基本的にはペンタックスしかほとんど見たことない、うん、唯一キャノンの100-400であったかなっていうぐらいで、うんうんうん、あとはもうこんな親切な機能ないんですよ、まあ、こういったところにもペンタックスのね、うん、ユーザーのことを考えたね、はい、優しさがね詰まってる、ね、詰まってるかなと、うん、もう一回じゃあちょっとね、はい、超広角を思い出すために、うん、これでじゃあ僕の方を見てもらうと、はいはい、今これだけ目の前にいますけど1メーターないぐらいだね。ここで手を思いっきり広げても、うんうん、ね、これ全部入ってくると。入ってます、入ってます。こんなに近くにいる、はい、すごく遠くにいるみたいな。なので通常の風景写真はもちろんだけど、うん、もう一回最初の話の冒頭に戻りますが、それですよ、ね、星空を撮るためにはそれですよ、広角じゃないと、うん、満天の星空が入りきらない。すごい天を仰いでますけどなのでこのレンズをね、はい、使ってもらいたいんですけれども、うん、楽しそう。特に今ペンタックスは、はい、シグマさんとかね、うん、タムロンさんとかがペンタックスマウントが結構少ない。なので、うん、もうペンタックスユーザーはこれしかない、はい、あ、そうなんだ。もうこれを使うべきって言っていいんですね、はい、星空を撮るんであれば。でこれで、うん、K70 は防塵防滴って言いましたよね。ああ、そうだったそうだった、うん、で前回紹介させてもらったレンズキットのレンズは、うん、あれは防滴性能、うんうん、これ実は防塵防滴です、うん、最強じゃないですか。だからもう海行こう、行きましょう。ブルーのね、最強、青空と、うん、砂浜と、うんうん、あと雲も入れて、うん、海写真も撮れますよ、うん、大都会東京に行って、うんうん、でビル群を入れたようなね、撮影もいいし、ね、こうスカイツリーとか高いところから見下ろす世界をドーンと広い超広角で撮ってもね。下からスカイツリー全部入れます、ね、あ、入る入る入る。てっぺんか下かどっちか綺麗ですよ、スカイツリー撮ると。そうなんです、本当に全然高さが伝わんないんですよ。そうで、肝心な星空を撮るときには、うん、やっぱり明るさって重要なんですよね、やっぱ F 値がね、うんうんうん、でこれは F2.8 めっちゃ明るいレンズを使ってます、うんうん、これ用意しといたんだ。ドドーンと、これお客さんの写真なんですけど、ね、すごくない？これ。あ、グランドキャニオン？そう、これは前回僕が開催した、はい、お客様と行く、うんうん、アメリカグランドサークル撮影ツアーの、これはセドナ。かっこよ。もう見たことない星空。こんなにあるんですね。はい。で、やっぱりね、もしグランドサークルとか行くんであれば、6月がね、はい、本当に雨が降らなくて最高です。もう僕も、ね、旅行会社の方とね、いろいろ事前打ち合わせを何度もして、はい、6月に決めたんです、そしたら、うん、毎日、うんうん、雲一つない快晴、おー、行いがいい。で夜は満天の星空、うん、これが毎日、いや、羨ましいですよ。6泊8日の6日間もう毎日。いや、最高じゃないですか。最高だったですよ、本当に羨ましい。日本でも、うんうん、沖縄とかね、はい、あとは長野県の阿智村とか、うん、星空の有名なスポットがいっぱいあって、行ってみたい。栃木県もね、はい、日光の千条ヶ原でやったりとか、いや本当、はい、今多いよ、うん、いいな。ぜひこのレンズを使っていただきたいなと、うん、はい、さらにね、これ星を撮るときに、はい、星ってやっぱり明るくないので、うん、オートフォーカスじゃピントが合わないわけですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、うん、なので必ずマニュアルフォーカス、うん、通常は半押しにしてピントを合わせると思うんですけど、はい、マニュアルフォーカスにして自分でピントを合わせる、うん、大変。これね、ちょっとポイントなんですけど、うん、ね、やっぱりもう遠くなので、うん、この通常これもね、はい、ないレンズが多いんですけど、はい、ここに、ね、メーターがちゃんとついてまして、うん、で最短撮影距離が30センチですよとか、うん、40センチですよとか、はい、でこれをさらに送っていくと、うん、ここに無限のマークがあって、かっこいい、蜂のね、うん、寝かせたようなマーク、うん、これに合わせて撮るんだけれども、はい、うん、実際にいざ撮ろうとすると、うん、本当にピントを合わせた時に、はい、ぴったりこの無限大のマークじゃなくて、はい、ちょい手前とか調整がいるんだ。そうなんですよ、ですね、なんで自分でちょっと苦労して、お、ここだ、ドンピシャだ、ピント来たって、うん、もうこの決めたところ、はい、決めたのに、うん、夜真っ暗だからね、うん、手元とか誤操作でね、うん、またこのピントリング回しちゃうとか、あ、もったいない。
そう、あとちょっとズームを少し変えようと思ってマニュアルフォーカスリングをいじくっちゃったとか、本当にあるあるなわけですよ、うん、これやっぱり先ほど言ったようにペンタクさんっていうのはすごく優しい。ここにクランプっていうスイッチがありまして、はい、はい、ここ、うん、オーンロックしてくれるってことですか。そうなんです、もうこれ触っちゃっても、うんうん、もう決めたところで変わらないと、優しい。これはね、星を取ったことある人は分かると思うんですよ。あ、みんな経験する感じなんですか。そう、あとは、ね、結構慣れてくると最初のうちは、はい、マステとかパーマセルテープを、ね、うん、持ってって動かさないようにとかやってたのに、それすらももうこう忘れちゃってるとかね。でもこれがあればいらない、うん、バッチリ取れると。いい機能で、このね11、18ね、このレンズっていうのは、うん、HD コーティングっていうのがされているので、うん、もう逆光にも強いしフレアも入りにくい設計になっているので、うん、超高画質の超広角の写真が楽しめるレンズになってます、うん、そこで今日はお値段なんです、はい、このレンズやっぱり結構皆さん憧れなんですよ。本当にいいタイミングがあれば欲しいなと思っている方、視聴者の方でもいっぱいいると思います、で今日買っちゃってください、はい、なぜなら、はい、値段がとんでもないことになってますから、うちの店頭は18万で今出してますから。レンズ？レンズです。いやー、やっぱ小窓がついてるだけあります。小窓で小窓代が高い。そうなんだね、まあ、噂のねなんとかコムとかだいぶ濁しましたね、うん、それをくぐりますから、うん、おー言ってください。お値段、はい、15万5000円、税込み。はい、これがつきまーす。かわいい。これはちょっと気になってたんだよなと、うん、ね、あ、俺やっぱり星空撮るんだったらやっぱりこういうレンズがあった方がいいんだと、うんうん、分かった方は安心して買ってください、はい、今回のジャパタケおすすめの超広角ペンタックス HD コーティング11から18ミリ、小窓付き、はい、ぜひ皆さんこちらの概要欄からねお申し込みよろしくお願いします。はい。